皆さんこんにちは。今日もね、対談のお時間です。なんと今日のスペシャルゲストは理論物理学者の安江邦夫さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ま、今日もさすがにね、僕のオンラインサロンの方々は、うん、安江さんのことをご存知の方が多いんですけど、うん、まあ、YouTube にもね配信するので、うん、知らない方のために、はい、理論物理 学者ですよね、はい、なんでその道を歩もうと思ったんですか。小学校2年生の時に UFO を目撃してしまって、はい、あ、見たんですか。もちろん。で、中学校になってから UFO と宇宙っていう禁断の月刊雑誌があったんですよ、はいはい、今で言うと月刊ムーンみたいな。そうですね、はい、後ろの読者投稿欄に岡山市上空を飛行したオレンジ色の葉巻型 UFO って出てて。あ、出てるんですね。出てた。あの写真なんですよ。あ、俺が見てたのは葉巻型 UFO なんだと。で、日付もその通りなの。で、その日以来夜屋根の上に上がって星を眺めたり、はい、UFO とか宇宙人に出会いたいから毎晩見てた。意図的に出会いたいんですよね、はい、そのうち高校になって大学進学するのをどうすると進路指導の先生に言われて、はい、何をするという希望も何もなかったから、はい、あの天文学科に行きますとか言ってしまったんで。急に行っちゃったんですね。急に行った。出ないと怒られる雰囲気だったから。無事に天文学科入ったんだけど、天文学科の教授に君は何を研究したいんだねとか言われたら、僕は堂々と UFO と宇宙人について研究したいんですって言ったら、バカもん大学の天文学科でそんなことが研究できるもんかとか、え、じゃあどこの学科で研究するんですか。でも入っちゃったから、うん、普通に勉強して、普通に勉強して。天文学科ってね、出たらどこにも就職できないんですよ。あ、なかなか難しい。全くやっぱり特殊な、そう、特殊な。だから大学院に行くしかないんだけど、うん、天文学科の大学院に行っても UFO 宇宙人研究させてもらえないから、うん、どうしようと思ってたら、結局大学院に行くときに、じゃあ理論物理学にしか俺は行けないと、はい、で、じゃあ理論物理学ならば、当時湯川秀樹先生、はい、それから友永新一郎先生がノーベル賞を受賞されてて、お二人とも京都大学だったから、はい、じゃあ大学院も京都大学に行こうと、という結果理論物理学者になっただけ。慣れたんだけど、はい、もうこんなことをなんで俺にさせるのというようなもう本当に計算機の代わりに手を使わせるというようなことしかやらせてくれなかった。で、つまんないでしょ。つまんない。これはいかんと思って、当時あのパソコンないから、うん、タイプライターで英語の手紙をパチ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 、外国の有名な教授たちに助手として使ってくれとか、講師として使ってくれっていう、自分の履歴書とか論文、一式を全部コピーしたのをつけて、毎日それを送るの。もう3通が限度で、とりあえずその3通は送ったのよ。はい、ヨーロッパの先生2人、アメリカの先生1人。はい、そしたらね、2ヶ月後ぐらいかな、安江ってのはドイツだとか言うから、僕ですがって言ったの。うちの大学の総長宛てに国際電報が来たぞ。安江邦夫博士って書いてあると。お前かと言った。あ、一応俺、お前博士ないだろ。いや、博士課程にいる。あ、そういうことかって言って開けてみたら、ちょうどそれがね5月頃に来て、今年の9月に来れるなら講師として採用してやるっていうのが、スイスのジュネーブ大学の理論物理学科のエンツさんという教授から来た。いやー、やばー。なんでそれまたね。これもね、評価されたわけじゃない。大学の本部に言わせると、9月までにもう一人補充を見つけなければもう研究室の予算一人分カットすると言われて、誰でもよかった。ちょうどその日僕の封筒が届いてその教授に。タイミング良すぎません？とんでもない話でしょ。確かにとんでもない話ですね、はい、でも博士まだ持ってないから経歴詐称でしょ、はい、そうですね。だからやばいと思ったら、君の論文があればもうすぐ取れるからって言って、書類の持ち回りやってくれて、ちゃんと行くまでに博士取らせてくれる。すごいな、はい、でその結果ジュネーブに行って、もう先生に挨拶したら、向こうは単に予算確保のためだけに、誰でもよかった、猿でもよかったわけ。でそこに来て、あの大丈夫だから観光見物でもしなさいとやば、結局ね居座って、でそしたら給料高いんですよ、スイスは。生活水準高いので、初めてもらった給料、当時の日本の大学院を出て助手になった人の給料の7倍。7倍。うわ、こんなにもらえるのって喜んで、即車買って、中古車だけど、はい、イタリアのねランチャーっていうメーカーが出してる3人乗りのクーペ、モンテカルロラリーで優勝した車で、ちっちゃい車なのに時速200キロ超えのスピード出せると。でどうしても200キロで走った。なぜか
でそこでちょうど北ドイツのジーゲン工科大学でちょっと講義に来てくれと頼まれたので、はい、ジュネーブから北ドイツのジーゲンまで、はい、その買ったばっかりの中古のランチャーで行ったわけですよ。スイスはね高速道路が130キロ制限、はい、でもドイツはアウトバーンで無制限だから、ね、もうドイツ領に入ってやるぞって言ってぐーっとアクセル踏んでぐーっとなってスピードメーターがどん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 上がるでしょ。からもう振動は激しい風切り運がブン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 、もうもうやばいやばいやばい、ほとんどね視界がこうなってそんなに、うん、そんなにガタガタ、で190キロのメーターが超えた時に急にその振動がなくなるんです。で音もなくなる、風切り音もなくなって、エンジン音もなくなって、でも風景だけは流れてくる。怖いっすね、ちょっと怖い、うん、俺死んだのかなと一瞬思ってちょっと死んでますね、はい、それ、うん、でも本当に音もしない、風切り音をしない、エンジン音をしない、振動もなくなり、これやばいなと思ったら、この額の裏、なんか絵が出てきて、あれ俺ちょっとおかしい、もう朝から7時間以上運転してるからこれ限界かと思ってちょっとアクセルを緩めたんです、うん、その途端またねグーって音が起き始めて振動も起きて、あもういかんと思ったら、ちょうどアウトバーンの出口の表示があって出たのよ。出たらちょうどその出口がねワインハイムって村で、はい、ワインの家って、うん、あここでワインでも飲んで今夜ここに泊まろうと思って村に行って、ちょうどホテルが一軒あったからそこに車止めてとんかつ頼んでビールで晩ご飯食べて、で部屋に戻ってシャワー浴びてベッドにバタンと倒れた瞬間ね、そういやここにあの時、うん、なんかあったなぁと、うん、で思い出して、でそれをホテルのあの便箋に書いてみた、はい、そういった方程式なの、ああだからあの湯川先生はあの松尾芭蕉の言葉、はい、で人生は宿から宿に旅をする旅人のようなもんだというのをよく引用して、素粒子ってのは宿である素領域という泡から泡に飛び移ってるそういうものだよと、ただそれを言葉で言ってるだけ で僕は未完成だった何らかの方程式を見つけようと思ってた時期だった、だからここに出た方程式はきっとそうに違いないとちょっと計算してみたんです。そしたらね30分ぐらい計算してたら素粒子の基礎方程式であるシュレディンガー方程式が出てきた、うわーでもう喜んでワイン開けてもらって一人で祝杯あげて、もうあの時のワインが一番うまかったですね、素敵な話ですね、はい、翌日無事にジーゲン大学まで行って、その話をすぐしたわけ講義の中で、みんなも感動してくれて、そんな方程式があったのかとみんな喜んでくれて本当に拍手喝采で、そしたら呼んでくれたエティムさんっていう黒人の教授が、今のみんな聞いちゃったぞと、お前早く論文にして出しとかないと取られるぞ、取られちゃうんですね、ああそうだよな、もう俺帰るわって言って、うん、またノンストップで今度はフジゼームまで戻って1週間かけて論文作った、はい、でそれをアメリカ物理学会とアメリカ数学会の両方に送った、うん、そしたらねいつもだいたい2年、審査に2年かけてだいたい落とされるんだけど、2ヶ月でどっちもすぐ掲載するって連絡が来て、でそれから有名になっちゃって、あそうなんだ、うん、野生方程式って名前つけてもらえて、それなかったらもう今頃ね生きてないと思う。それこそアインシュタインも一般相対性理論とかもそうでしたっけ、なんか夢で見たとか、そうそう、あの湯川先生の中間子理論もその夢で、みんなそうなんですか、みんなそうなんです、降りてきてるんですね、降りてきてるんです。この話をジュネーブ大学の古い先生たちにしたら、当然だよと、みんなそうなんだって、突然来るんです、ね、突然。スイスってね特殊な国で、うん、日本もね本当はスイスみたいにするべきなんですよ、衛星中立、はい、そうですよね、衛星中立なんだけども国民海兵で全員が兵隊なの、だからなんか強いって言いますよね、強いんです、国民海兵だからやばいな、みんな家に自動小銃持ってるわけ、あ本当に実際持ってるんですか、持ってる、あの学会とか大学にもみんなそれぶら下げてくるんだよ、あそうなんだ、今日午後ちょっと射撃訓練があるからって言って、だから今回のウクライナ戦争の時も、ね、ロシアの原油ヨーロッパの国々が直接 EU の国買えないでしょ、ね、スイスがまず買ってスイスから EU に売ってんのよ、あそうなんだ、間に入るの、立ち位置うまいですね、うまいのよ、
国を守るため。でそのオリジンはどこから来てるのってスイス人に聞くとね、もともとはアルプスのみで、もう貧しい国で唯一の産業は傭兵だった。クリミア戦争なんてね、両方に行ったから、クリミア戦争自身は当事者の国の人たちよりもスイス人同士が戦ってたんだって。でどっちも死ぬでしょ。で傭兵の給料を死んだらもう払ってくれない、スイスの家族が困る、そこでできたのがスイス銀行だ。死んだ傭兵の給料分も取りに行ってくれる、ちゃんとスイスのご家族に送ってくれるのがスイス銀行の始まりなんです。スイス銀行よく言われる、はい、だから太平洋戦争終わった時にね、はい、国連ができて最初のアデナウアーって事務総長が、はい、敗戦後の日本は東洋のスイスタレって言ってくださってたんだよ。そうなんだ。本当にスイスのやり方真似てたら日本はもっとスイスよりすごくなる、強い国になってたんじゃないですかね、はい、これからでも遅くはない。アメリカ生まれね。アメリカです。今の日本は日米地位協定っていうのがあって、これ戦後占領されてからずっとあると、うん、アメリカは占領側だという地位を身分を保障する協定なんです、うん、あの日本国憲法、はい、それからいろんな法律の上にあるの、うん、日米地位協定だから、政治家が何やろうが、総理大臣が閣議で何決めようが、その上にある日米地位協定で簡単に覆される。でそのことはあまり国民に知らされていない。全然知らされてないですね。でしょ、うん、この日米地位協定に基づく取り決めがあって、はい、毎月少なくとも2回、はい、白金のそばの明治通りに、はい、米軍関係者しか泊まれない地外保険のホテルがある、はい、入り口に行くとね、自動小銃持った、あの兵隊じゃないんだけどガードマンが立って、アメリカ陸海空それから今宇宙軍のトップが来て、日本の各省庁の事務方トップ呼びつけて、やってるんですか。そこで全部ほとんど決まっちゃってるんです。もう全部そこで決めて、だって仕方ない、日米地位協定を今まで破棄する根性のある総理大臣がいなかったから。それしようとしたらでも暗殺とかですか。多分僕も今なんか GHQ 日本解体っていう動画作ろうと思ってて、はい、いろいろ勉強してると、うん、いやもうどっぷりね。そうで、それをね、唯一打開するアイディアがあるのよ。簡単なことなの。あの例えばイタリアにはバチカンとサンマリノって2つの都市国家があるんだね、うん、フランスに行ってもニースとかあるでしょ、うん、ああいう都市国家。そういうことか。東京はね、韓国の一国の年間予算より多い。つまり東京都だけで国一国の国としてもものすごくスケール的には OK な都市国家、大和として独立させる。すごいねそれ、はい、もう名前も決めたの。大和名前も決まってる、はい、大和独立国として認めるにはね、国連承認いらないんだって。あ、そう。近隣の3国の承認さえあればいい。ロシア、中国、北朝鮮は賛成してくれるのよ。なぜならアメリカに痛手になる。ああ、そりゃそうか。普通に共産主義国とかは、はい、アメリカの手から解放されたら最高ですよね。そうです。ちなみにこれやろうとしても暗殺されますよね、うん、いやだからここで大きく言っとかないと。そうね、たくさんの人がもう知ってしまえば、みんなが知って それを動き出したら止められなくなっちゃいますよね、うん、安江さんといえば、うん、あの八卦神道。あ、はいはい。これどういうことなんすか。突然大学に来られて、はい、ぜひその京都の神社でご神事受けてほしいと、はい、全くそんな興味もないし、はいと言うまで帰りそうになかった。もう仕方がないから、もうじゃあ行きますと、一回だけ行きますと、土壇場になったらね、キャンセルすればいいと思って、その数日後に矢作直樹から電話がかかってきて、で要件が終わって、そういやね、あのこの前変ななんか連中が来て、八卦神道党のハフリの神事とか言ってたけど知ってるって聞いたら、あったんですかとか言うから、当時彼は前の天皇陛下の主事医団のお一人で、そうですよね、八卦神道のハフリの神事を伝えてる人を探してたんだって、宮内庁の、あの若手の人たちで。ところが いらっしゃらなくて、じゃあ文献的に集めて再構築しようと言って、出た時にたまたま僕が電話で矢作直樹に、八卦神道の羽振の神事誘われたんだっていう、京都の神社らしいよって言ったら、私も行きますとか言う。で
わけもわからぬまま、はい、毎月それからだからそれを代々引き継ぐって感じなんですか。そうなんで引き継がされてしまって、しかもそれを安江さんに来た理由が、そう、物理学に精通してるでしたね。そう、本当は皇太子殿下がそれを受け継いで、はい、そうですよ、でまた次の皇太子殿下にということなんだけども、情勢でその直接皇太子殿下にその巫女様がお伝えできない時にはとりあえず、それに代わるものとして宇宙の真理を探求している人材に伝えておくと。何ですか、天皇霊っていうんですか。そうが降りて降りてきて、はい、特別な力が宿ると、はい、だってあの B29 を消すとかね、あれ本当なんですか。もちろん第二次世界大戦にもともと3発原爆、はい、一発目が実は東京だった、もちろんで東条英機もそれは分かってて、分かっててあれを消してくださいと、はい、本来天皇はそういったお力を持っている。 もちろんそこからそのことを嗅ぎつけたアメリカが、うん、占領しに来てマッカーサーが、まさかあの技をもし我々に提供してくれたら、本当はアルタ会談でソビエト、中国、アメリカで三分割統治する予定だったんだけど、保護にしてアメリカが一括統治した上で早急に独立させてやると。でその秘密の巻物、あ、聖徳太子のでしたね、聖徳太子の巻物全部ノリトみたいのがある、ノリトと図面、図面、コンタクトって映画ご覧になった、わかります、わかります、ジョディ・フォスターが、うん、あの丸い遠くの星、はい、ベガかな、ベガまで飛んでいくあの球体、あれ実は聖徳太子の発明、あの原作者のあの天文学者、はい、彼が そのことを分かってたから、聖徳太子の巻物をトルーマン大統領のとこに送られてきて、はい、それを原爆開発してた物理学者数学者が集められてそれを解析したんだけど、その助手だったのよ。本当ですか。本当にだから日本のものだということを匂わせるためにケープカナベラルの初号機が破壊されて、でも予備機が北海道にあったでしょ。そうだ、わざわざ日本、実はあれはね、あそこ法隆寺、奈良の、はい、夢殿ってあるでしょ、あれなんだ。え、法隆寺の夢殿は聖徳太子が作ったって言ってるでしょ、あれ、あれがあのジョディ・フォスターが乗ったあの球体なの。夢殿はあの中入るとね、普通の六角堂なんだけども、あの天井、ま、真上から黒緑白赤のこう紐が降りてきて、それを引っ張ると鈴の音が、音色がちょっとずつ違う。それをあるパターンでこうやると和音になって編成意識状態に、はあ、でそれで皇太子殿下の時に毎晩自分で最初は教わるんだけど、ね、である和音に到達したら編成意識状態になって、何そのゲームみたいなパズルの世界そう、で晴れて天皇として認められる、そういう装置だ。編成意識状態を作る。僕の他の本にも書いたんだけど、終戦の時に当時の昭和陛下の一番親しかったいとこさんを人質に取られて、アメリカにね、でアメリカではアンダーソンって名字、それであのマトリックスって映画ではアンダーソン、本当なんですか。もちろん皇族の家系図見せてもらった中に唯一アンダーソンってカタカナで出てきてて、その方が180兆円の資産を持って人質として向こうに渡って向こうの要人になって、そこまでは僕知ってたの、うん、なんとね、うん、帰ってこられてた。明日聞いて、八木さん、うん、え、朝倉さん、朝倉さんあったんだって。僕もこの前朝倉さんに聞いて、つい最近、そう、つい最近ミグ25でしたっけ。はいはい、あれもすごい話で、世間的にはベレンコ注意亡命事件って言ってね、はい、ソ連の最新戦闘機、当時のねミグ25が、はい、に乗って亡命に来たと言われてるんだけども、世間的には言われてるけど、はい、当時ベトナム戦争で、はい、ベトナム上空でアメリカの最新鋭の F4 ファントムが見つけて、はい、でもファントムはマッハ2、はい、ミグはマッハ3、はい、なんかあっという間に離されて、はい、でミサイル撃ったのよ、そのミサイルも追いつけない、つまりソビエトがそんなすごい戦闘機を持ってたら、うん、バランスが崩れる、うん、崩れちゃいます。そこで一機盗んで研究したいと、そこで昭和陛下が B29 を消したことを思い出したニクソン、ニクソンがもう一回頼んで今度はミグ25を
一気捕まえてくれ、そのためには中村光龍アジャリを高野山から呼んでくれと。で中村アジャリが昭和陛下を再び荒人神に戻す呪術的な、一時的に荒人神に戻られて不動金縛りの術ってのあるんですか、うん、をこれは中村和尚から教えてもらった。実際お会い あったの。あやばくない、実際お会いしてるよ。いや一応裏取らなきゃ。工藤金縛りの術を中村和尚の指導のもと昭和陛下がかけたら、シベリア上空を飛行訓練中のベレンコ中尉が金縛りになる。操縦桿をねとにかく北海道の方にしか動かせない。へえ。どう見ても仲間を裏切って敵前逃亡というか、まあそうですよ ね。そうで燃料もだからもうギリギリで、手前になんかちっちゃい飛行場があったからとりあえずそこに降りただけで、函館です。函館君でしかもね、それ予想通りの時間で来た。もう宮内庁の人らは、まあ、まさかこんなことが本当に起きるとは思えないと思って半信半疑で皆さん待ってる。待ってたんです、うん、ちゃんと信じてたのは陛下と中村和尚だけ。必ず来る、大丈夫だ、時間通りに来るよと言ったら本当に来た。ちょっと一瞬話変わりますけど、はい、あの話がめっちゃ好きで、あのアナスタシア、あそうそうそう、訪ねてきた女性、そう、その女性が赤松ひとみさ ん、兵庫県に白龍神社って神社があって、はい、そこで年に1回のお祭りが地球祭っていう名前 で、はい、でそこに講師として赤松ひとみさんが呼ばれたと、白龍神社まで行ったわけです、はい、そこの白龍神社の巫女様はお言葉を下ろせる人 で、はい、でぜひ矢作直樹がお言葉いただきたいと、はい、この時もまた矢作さんも一緒に、まあ、そうなので終わってから若い女性でなかなか綺麗な子がお茶を持ってきてくれて、で巫女さんにロシアで働いてる日本人の方を公園に呼ばれてますでしょって言ったら、いやさっきの子ですよってあのお茶を持ってきてくれた、はい、もう来てらっしゃるんですかって言った、あこの前からここに住んでくれてるから、彼女はサンクトペテルスブルクにあるロシア政府が宇宙人と協力して宇宙人の技術をもらってそれを実現してる研究所で働いてて、彼女の分担は透視をする技術を宇宙人から学んで、生まれつき 目が見えない子供とか失明した大人とかに透視能力をまず教える、それによって視力を戻すという研究をしてた。はあ、すごい研究、はい、でそれをどんどんやってるうちに自分も透視できるようになって、体の透視もできるし、はい、その人の未来将来も読めるようになった。ロシアでは外科手術の場面に彼女を呼ばれて、お医者さんは透視できないからどの辺切ったらいいか、見てるんですよ。それを彼女が見て、あもうちょっと下を切ってくださいその方が早いですよと、それを聞いてる矢作直樹は、いやすごいですねって話になってて、ところが僕はね、何そんなことできるわけないだろうとか思って、いやだったらちょっとこいつのすごい マッチョなやつがいて、こいつの体見てやってくれるって。そしたらね、目が違うのよ、白目みたいになって、すごいすごい、でそれでバーッと言うのよ、難病中の難病で、僕なんか聞いたこともない病で、子供の頃からその難病で人には一切言ったことがなく、そうなんだ、それを当てられたの。じゃあ体を透視できるのは認めるとして、今度はじゃあ未来が分かるかと頼んだら、8ヶ月以内に結婚しますって言ったの、本当に8ヶ月後に結婚したの。だから全部計算通りにうまくいって、僕ねその時疑ったんだよ、あの赤松ひとみさんが友達を、ねえ、え送り込んで、質問じゃないけどそう、ね、それぐらい見事に行ったのよ、何その人赤松さん。でかねてからあの僕もう名前出していいでしょう、トヨタ自動車の、はい、UFO 研究、 UFO 研究委託されてたから。それ本当なんですか。本当なのよ。当時トヨタ英治会長は、はい、UFO 大好きで、彼に電話したわけよ久しぶりに、この女性本物だわ、一瞬来ないとか言ったら、行きますとか言って3時間ぐらい喫茶店でお話、例えばその投資の話とかをしてるから、僕がね、いやもうそんな話は俺興味ない僕は UFO と宇宙人だけの話聞きたいんだと、真剣な顔で僕の方見て、あなたはそこの木や草や猫や犬の気持ち分かりますかっていうの、いやそんなもん僕分からないし興味もないよって言ったら、そんなことが分からないで宇宙人と意思疎通できると思いますか、うわ UFO 飛ばせると思いますかっていうのは、まずね UFO の設計図はテレパシーで宇宙人からロシア人の科学者がもらうんだって。まず宇宙人はそこにいるんですか。いるの。
どういう見た目なんですか？見た目はね、ノルウェー、北欧の人とそっくり。ただ声は出せない、一切喋らない、一度にボンと来る。でその一度にボンと来た中のもので、科学者がそれを受け取って設計図のようなものが出てくるから、コンピューターの設計図面に入れて作る。ただし地球製、ロシア製 UFO 初号機は動かない。動かない。で宇宙人に文句言う、動かないぞと。そしたら宇宙人が、誰が組み立てたと言ったら、要は科学者とエンジニアで注意深く組み立てたって言ったら、じゃあダメだ、じゃあどうすればいいんだって言ったら、アナスタシアの人間呼べと。アナスタシアってなんだって調べたら、シベリアの奥地の水道も電気もない生活してる人たち、先住民族みたいなもんなの。そうそうそう。その村の名前がアナスタシアで、その村の長は代々女性な、若い女性、その人の名前もアナスタシア。自然と共に生きてて、例えば冬越すためにみんなが食料を貯めておくでしょ。保存した食料がなくなって困った時に、シベリアオオカミが餌を取ってきて村外れに置いて帰ってくる。届けてきてくれるんですか？届けて、自然とうまく交流して交流してて、そこにソビエト連邦の科学アカデミーの民族学の研究者たちが入って聞き取り調査してるうちにね、一人のおばさんに、あなたが一番好きな音楽を口ずさんでくれと言ったら、ホイットニー・ヒューストン。めっちゃトレンドじゃないですか。そうそうそう。ラジオ放送もテレビ放送も電波はそこには行ってないの。聞いたのよ。なんで知ってんのと言ったら、それはアナスタシアの村の人なら誰でもいつでも頭の中でロシアの国営放送が聞けるよっていうのって、テレビ映像としても見たのって言ったら、もちろんテレビ映像で見える見えると。でそのうちシベリアで遭難して死にかけてた男の人がアナスタシアの村の人に助けられて、ほとんど凍傷寸前。その人ね、冬眠してる熊の穴に突っ込まれて、熊はあったかいなって、こうやって治ったのよ。でそれからしばらくその人は村に滞在して、それがあの本になった作者なんです。マジか。マジ。後日本になって、で赤松さんがそれを教えてくれた後に出て話題になって、やっぱ本当だったんだそうか、赤松さんの話がそこにつながり、そう、安井さんからしたらそこにつながったんですね。そうそうそう。結局なぜアナスタシアの人じゃないとダメかと言われたら、 UFO の部品にも魂があるんだ、精密にそれ組み立てただけじゃ魂の部分はつながらないんだ、気持ちを入れ込んでやらないとダメなの。でアナスタシアの人を連れてきて、後ろで科学者エンジニアがこれとこれじゃ持ってきして、気持ちを込めてつないでみてってやったら動いた。でさらにそれを操縦するのに操縦装置ないんだって。操縦をする宇宙人の魂と UFO の魂がつながって初めて連動する。でその時に赤松さんが、 UFO は愛情で操縦するんですよと、それを練習するには草や木の気持ちがわからないでどうするんですか。なるほどね。結局ね、赤松さんは、赤松さんこれからどうされるんですかって聞いたら、ちょうどその頃にブラジル政府からお声がかかって、向こうで研究所で働かないかと言われてますと。やっぱりブラジルもよく UFO が出るからその関係ですねって言ったら、まあそのようですねと、じゃあまた機会があったらっていうことで別れて、メールも時々は出してたんだけど、まあそのうち僕もそっち方面活動しなくなって、3年前、ちょうどコロナ、めっちゃ最近じゃないですか。めっちゃ最近、コロナ最盛期で、でそしたらね、お昼過ぎに秘書何人かいて電話があって、赤松ひとみさんってカタカナで赤松ひとみって出たんですが、あの UFO の赤松ひとみさんじゃないですよねとか言うの、いや何の話って聞いた。今 NHK のニュースで、ブラジルで日本人の赤松ひとみ、カタカナでね、赤松ひとみさんが殺害されたと。ええでもブラジルに行ってるはずだけどって言って、あ、じゃあちょっと僕も調べてみるわって言って、すぐネットで見たら、強盗に襲われて痛い息で、でと思ってたら、そのうち写真が出だして、本人なので、3ヶ月後、東京のカトリック教会の信者さんが僕のとこ、あの赤松ひとみさんですがって、あ、はい、この前亡くなられた、いえ、ちゃんと生きてらっしゃいますのでご安心くださいとのことですと。え、どういうことって言ったら、いやいや、それ以上はもうお察しくださいって。すごいな。うん。
で、それでちょっと今、ちょうどカトリックが出たので、うん、キリストがやっぱ日本に来てたっていう、ね。あ、はい。だって、ハフリの神事がもともとピラミッド。ピラミッドで、あの、ハトホルの神事と。もともとイエス、うん、キリストと、とマグダラのマリア。マグダラマリアが、はい、その中で。やったのよ。キリスト自体はそのもっと若い時、20代にすでに来てんのよ、一度。仏教と神道、両方学んで、で、その後またヒマラヤ経由で日本に。で、最後は日本で終わる。そうです。剣さんの下のコリトリっていう登山道の入り口、はいはい、あそこで亡くなられて、なんか剣さんの西にキリスト村もあるし、キリスト神社も残ってます。ありますよね、はい、学術的に今、あ、そうなんですね、もうある程度書かれてる、書かれちゃってる。日本の大乗仏教、はい、これは仏教じゃないのよ、キリスト教なのよ。少なくとも空海や最澄が学んだ真言密教はキリスト教マジっすか、はい。それから新潟とかで一揆起こした浄土真宗の親鸞、親鸞、うん、もこれキリスト教で、ベースはベースは築地の本願寺のお寺見たら、どう見てもあれ教会にしか見えませんよね、外観。本願寺に親鸞の巻物とか残ってるんですけど、その中に親鸞が勉強したという仏典、開けてみるとそれはネストリウス派の聖書だ。これは知る人ぞ知る話です。なんか今の宗教の話で聞くと、あのウクライナ侵攻もあったじゃないですか。そう、ウクライナにカトリックがどんどん入ってきちゃってるんですよね、はい、それに対してロシア正教側がこのままじゃやばいと。プーチンはもともとはラスプーチンの家系だから、ロシア正教に言われたら弱いのよ。プーチンは予告してたの、ウクライナに侵攻する前にバチカンに行ってローマ法王と面会してんだよ。ウクライナのカトリック勢力を少し引けと言わないと、なるほどなるほどね、そうかそうかそうか、とんでもないことになるぞということを匂わせに行ったのに、そんなことするわけないだろうと勝手に誰もが予想してなかったです。そうプーチンにしたら、あんだけチャンスやってお前ら分かってくれよと。 NATO とかよりも宗教なんだそっか。でもそこで割と最近の本で書かれたのを、うん、安倍さんの、ああ安倍さん、 あれも関係してくんですか。いつの間にかプーチンは国際犯罪人になり、このままじゃやばいと、やばいよ言って今、はい、だから西側諸国に顔の利く安倍さんになんとか取りなしてもらってと思って近づこうとしてたの。いや、そんなことさせたらということで、 CIA ってね、各国の警察機構と放送局に要員ぶち込んでる。日本今後ちょっと危なくなるって言って、あ、そうそうそう、で安全な場所が北海道、北海道と広島と山梨、うん、全然関係ないですけど、僕オンラインサロンで山梨に住んでる方の自然栽培を今手伝ってるんですよ、うん、そうなん、みんなね、あの東京にそれまで住んでたスピ系の著者たち、住民票も移して、そんな、うん、特にあの あそこ八ヶ岳、日本がやばいっていうのはおそらく災害ですよね。2025年7月5日午前4時18分今ね、2つ説があって、僕が今信じてる説は、小惑星の破片が今こっちに向かってきてて、それは見事に計算できるから、そういうのは、うん、NASA の古い人らからので調べたんですか、うん、そっちからやっとフィリピン沖なんですか。そう、フィリピン沖、うわドンピシャやん、だから発表し始めてるんだと。全然関係ないですけど、うん、フリーメイソンのまた話になって、はい、第三次世界大戦がいつ起きるのかっていうのが書かれてて、はい、日本に地震が起きてから2年後って書かれたらしいんですよ。ニュアンス的には各国が整うらしいんですよ。日本でお金稼ぎができるらしくて、復興絡めた、はい、でお金稼ぎをして各国が整って2年後、おそらく第三次世界大戦一応書かれたらしいです。そこにはお、まあ、2025だとしたら、うん、27、28あたりってことですよね、はいはい、じゃあその時復興する日本は大和なんだなんかねしたいっすね、はい、なるほど、あ、繋がってきたね。繋がりますね、はい、ちょっと明るい未来ですね、うん、僕たちにとっては。あ、そう、うん、だからね、今年の4月18日にその日目が覚めたら、今日お墓買わなきゃと思って、インスピレーション来たんですね、はい、うわ、なんかありそう、これも、うん、いや絶対に、だからそう、2025年だ、その時のためにちょっとね、うん、
最後に宣伝いっぱい、はい、この前ね佐藤光郎と僕とで対談本を作ったんですよ、はい、で4日間沖縄で遊ぼうと思ってたら4日間ぶっ通しで雨だからずっとホテルに缶詰でずっと喋ってる。だからねものすごい分量、書稿が来て読んだら自分で泣いてんのよ、私読みながら、これすごいなと。で多分上下2巻今のところ決まってるタイトルが漁師とのおしゃべり。いつ頃発売だったの？年明け早々、はい、この死体の方程式の話とか。ああ、いい、面白いですよね、はいはい、ぜひこれを若い人にコツコツ勉強して見つけるのは大したことないんだ、好きなことやってぶっ飛ばしてなぜか出てくる、アウトバーンでぶっ飛ばして、はいはい、みんな同じようなことをさせる、これが一番ダメ、うん、持って生まれた能力だけを伸ばす教育やってれば、うん、他のことは後でついてくる、うん、いやそう思います、はい、まさに、はい、独立国大和ではそういう教育 教育を ね次の都知事選に直樹マンさんが出ますから、18歳以上の人はみんな応援して投票してください。絶対にこれしか日本、今の日本を立て直す方法はないんです。僕はそのために独立国大和の礎となって、ああいいですね、あのね、なんだっけ、あの生きながら棺桶に入る促進物ですか。そうそう、促進成仏促進物になります。白金のお寺で、白金の高いところで、はいはい、皆さんを見守ります。いや素晴らしい、心強いですね、はい、いや今日は安江さん本当ありがとうございました。とんでもないです、ありがとうございます。ありがとうございました。